フリゲートは、フランス海軍が運用していたフリゲートの艦級フランス海軍は、戦前より、通報艦と呼ばれる艦種を整備してきた。当初、これは、文字後に、無線通信が発達した後には、警備、救難を主任務として、コルベット級の艦艇が、通報艦に分類されて、引き続き植民地沿岸に配備された。第二次大戦後においても、 この任務の重要性は継続していた。しかし一方で、冷戦構造の成立とともにフランスは、北、大西洋条約機構に加盟し、同国海軍は、大西洋における、戦乱護衛に投入できる護衛駆逐艦を、必要としていた。このことから、通報艦と護衛駆逐艦の任務を兼ねることができる、艦が構想された。このコンセプトに基づいて開発されたのが本級であり、 当初はフランス連合護衛艦と称されていたが、1959年に護衛通報艦と解消された。設計面では、先行して建造された高速護衛艦であるルノルマン級の拡大版となっているが、線形としては中央線路型が採用されている。様々な気候体での活動を想定して、艦内には空調が施された。主機関としては、 セムットピルスティック 12PC2 型中速ディーゼルエンジン4機によって推進機2軸を駆動するコダド方式とされた。また、バルニーはフランス海軍初のコダグ艦として建造されており、巡航機としてはアゴー V-16 型ディーゼルエンジンを2機、加速機としてはチュルボメカ M38 型がスタービニエンジンを1機搭載した。なおチュルボメカ M38 は、 タスオエタンダール4及びシュペルエタンダールで搭載されていたスネクマーター8をもとに開発された白用ガスタービンエンジンであった。主センサーとなる対空レーダーは先行して整備された高速護衛駆逐艦であるルノルマン級と同じく DRPV-22A をマスト中段に搭載した。これはアメリカのアン、SPS-6 をもとに開発されており、L バンド、 出力2 0 0 0ットの二次元レーダーであり、最大探知距離は70ミリとされていた。兵装面でも、基本的に、ルノルマン級のものが踏襲されているが、同級で主たる対戦兵装とされていた m 5 3 7 5ト、mm、ル対戦ロケット砲に変えて、より簡便だが威力に劣る3 0 5ト、mm、ル4連装対戦迫撃砲が、線路全端に搭載されたほか、 新しい療養法であるエメリー 5300mm 単装速射砲が初採用とされた。また1970年代中盤から着手された改装により、後部上構え上の2番砲と交換に、西側第一世代の艦隊艦ミサイルであるエグゾセ MM38 が搭載され、耐水上火力が大幅に強化された。1955年にネームシップが発注されたのに、 続いて、1956年に6隻が、1957年に2隻が、発注され、これらは1962年より収益を開始した。また、同様の要求に基づき、ポルトガル海軍も本級の巡道警官を発注し、1967年より4隻が、ジョアンベイロ級フリゲートとして収益した。しかしながら、ポルトガル海軍は同級に続いて、 通報艦任務に限定して小型化することで運用コストを下げたジョアン・コーチニョ級コルベットの整備を開始し、このコンセプトはフランス海軍にも逆輸入されてデスティエンヌ・ヌドルブ級通報艦が配備されることとなった。本級はいずれも1990年代。なお、ウルガイ海軍は2000年代においてジョアン・ベーロ級2隻を購入し、購入した本級のうち2隻の代替としている。 ありがとうございます。